どうもおはようございます、藤ナッツ健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められたジャイアントクラッシャーというゲームをやっていこうと思います。レースではない、なるほど、あ、勝手に進みますね、左右スワイプで横座標を合わせてドーンです。なるほど、なんだろうね、自由の女神を破壊する、だいぶシュールなゲームです。まあ、とりあえずこの黄色のライン壊したらいいのかな、物理的にはもう左に傾いて倒れそうなもんですけども、まあ、はい、これでまあクリアってな感じですね。なるほど、まあ壊していく感じのゲーム。ああ、なるほど、あ、パーツがちょっとずつ強くなるぞと、どういう、ああで育成の要素もありですね。はいはいはい、なるほど、まあお金ゲットして強くなってってな感じです。ああ、なるほど、障害物とかもあるよと。買ってけど下結構壊れたよ。なるほど、まあ、黄色いところを壊していってねと。ああ、はあはあ、なるほど、ああ、いけましたね、結構もろかったですね。なるほど、まあ障害物的なものもちょこちょこ出てくるぞってな感じですね。はいはいはい、ゴジラですね。これ判件的には確実にアウトですね。まあレーザー当たらんように、こう TNT は、おお、いいねいいね、爆発するね。いや、もうこのゴジラもう半分ぶっ壊れとるけど元気ですね、意外と元気ですね。はいはい、あ、まあ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 、これはこっからどんぐらい難易度が上がっていくかって、ああ、ごめんなさい、ちょうど今飛行機が来たので、ちょっと機内モードで遊んでいこうと思いますけど、まあこの後の難易度の、ああコネクティングロスト、ああ飛行機来たと思ったら僕が乗るやつじゃなかったです。あ、違うやつだったんで、とりあえず機内モード解除しますけど、まあまあまあ、ここからどんぐらい、レベル、あ、おい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 、あ、なんだよこれ、スーパーマシンみたいになってくるのかな。おお、いいねいいね、あ、パワーアップしてく、なんだろう、お金でパワーアップしてくゲームはいっぱいあったけど、このなんかこうパーツがついてって強くなってく感じはなんかいいですね。ちょっとこれはこの後に期待ってな感じでちょっとやり込んでいこうと思います。あー、広告多いな。おお、いいね、こう難しくなってく感じがちゃんと出てる。うわ、ハゲマント、ちょっと待って、まさか急なハゲマントはちょっとびっくりしましたね。完全にハゲマントだもんね。こいつめっちゃ強いんじゃないの、大丈夫、黄色いとこ破壊すりゃハゲマントいけるんかな。なんかもできればめっちゃ強くあってほしいけど、わあ、意外と、簡単は簡単ですね。ちょっと待って、マイゲーム広告だな。ああ、アウトですね、スパイダーマンですね、全然雲の、おお、な、トラップ TNT 食らってしまった。ただもうスパイダーマンの手とかがもうぶっ飛んでるけど、まあまあまあ、まあ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 、どうだろうな、このままぬるっと続いていく感じかな。はい、羽をアンロックしました。これでなんか飛べるようになるのかどうなるのか、やっぱ新しいパーツが増えてくるのは楽しみですね。だいぶいい感じにはなってきたですね。さあ、これはなんだ、飛ぶのか普通のジャンプか、どっちだ、あんまり変わらないね。とりあえずまあ天使の羽をもげっていう、いまいちですね、ちょっとね。あと、この崩れゆく様をねゆっくり見たいけど、だいたい広告が入るっていうね。さあ、ここからは7倍速でお届けします。まあ、このゲームね、見ていただけたらわかると思うんですけども、クリアするたびに5秒広告が常に流れると。で、1ステージ1ステージもすごく短いので、まあ、どちらかというと広告見るゲームですね。ゲームちょろっとやって、だから何でしょう、広告見る合間の暇つぶしですね。新しい広告を読み込むためにちょろっとしたミニゲームをやって、広告を閲覧させていただいて、またしょぼいミニゲームをやる、まあそんな感じでした。さ、また何かしらをアンロックしました。これは何だろう、ミサイルとか撃てる、おお、ミサイルだ、本当にミサイル、お、どういうこと、ちょっとまだ分かんないです、ミサイル、おお、連発で撃てる、
おーすげえすげえ、おーもう崩れてる、おー飛ぶ必要ない、ただの無駄死にですね。ただこれミサイルあったら、いやパンチ、ミサイルの後のパンチは必要かねって思うけど、もうたた、あーなるほど、ステージにミサイルの弾がないと撃てねえぞってことだな。なるほど、あーもう一気にクソゲー化すると思ったけど大丈夫でしたね。なるほど、あでこれ赤い枠は当たったらいかんぞってことっぽいけど、なんか当たる方が難しそうっていうね、まあ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 、はい、パンチグローブゲットしました、これでどうなるのか、パンチでめちゃくちゃ横幅広くなるとかそんな感じなんかな、めちゃくちゃ止まってパンチしてくれんか、あー全然だ、これパンチの意味あるかね、全然なんだろう、多分車で体当たりに勝てるわけないのよあのパンチが。なんか見たことあるキャラクターが増えてきましたね。なんか最初の頃はね、そのワンパンマンとかスパイダーマンとかなんかいい感じにいろんなキャラクター出てきてたんですけど、なんかもう何種類だろうね、6種類ぐらい、あちょっと待ってこれ無理くね、あやばい、あーこれ3体でクリアできへん、クリアできへんかったらユーズ、いやいやクソ、えちょっと待って、ええクソゲーやんけこれ、なんだよあの車いらねえじゃねえかよ、もう最初から戦車で行けよ。はい、ということでなんか、あーパンチがドリルになった、ドンキーコング、任天堂ホーム部に怒られろ、もう著作権とかいう概念なさそうですね、このゲームを作った人はね。でドンキーコングの弱点足っていうね、足だけで倒せます、なんか胴体とか顔面であってほしかったけど、足が痛い足が痛いっつってね、今崩れ落ちたんですが、おーっと新しいやつ、ちょっと待って、ここまで来て今まで散々ループっぽいオーラ出しときながらここで新しいの出てきましたね。まあ、とりあえずちょっと、ちょっと待って、今何に当たったよ、何に当たったの、あの剣ってそんなに届くの、ちょっとあー、ちょっと待ってむず、これ死んでるよね、死んでる、ああなるほど、広告見たら戦車が使えるよってことね。あ、今別に広告を押したわけじゃないですよ、あの死んだら広告が問答無用で5秒流れるよというやつの方です。 OK、 もう大丈夫、一回やられちまえばね、とりあえずまず一発目は羽をもぐ、そして二発目左に行ってしまいがちだが右からあいつの剣ぶっ壊したったらいいんですよ。 OK、 あ剣どころか全部ぶっ壊れた。さあ、なんかまたいい感じのパーツを、あー前ですね、前になんかトゲみたいなのができたぞっていう感じですね。あーちょっと待って、判別むずいけど、これはスタートの自由の女神な気がする。あ確定ですね、ループしましたね、これ見たことあるよ横にぐるぐる回ってカタって言った記憶あるもん。一緒の感じ。あれこんなヘリコプターとかあったかな、何ヘリモードで遊べるってこと、何動かせない、あ勝手になんか爆弾落としたんですね、あクリアした、戦車と一緒か、なるほどなるほど、これも多分広告見ないと本当はできないやつだね。あとはまあこれスキンかな、こっち側はなんか倉庫みたいなのあるけど、あ倉庫だ、ちょっと待って、壊すゲームかと思ってたけど、何こういうクソゲーになるの、めちゃくちゃ広告見せようとしてくるやん最後の、あー何 こんなおまけがあんの、いや車これ乗れるってことかな、いや結構、あーただ2400お金集めないといけないですね。なるほど、お金を稼ぐ理由ができてきましたね。まあまあこのゲームに関してはレベル上げで使ってたんですけど、いや広告も見ないかんし、これ結構な数の広告見ないとダメですね。あーいや戻ろうとしたら広告、さあ15倍速でお届けします。もしかするとあの倉庫を最後までアンロックすることによってなんか新しいマシンができるとか、そんなことがあるかもと思ってね、広告とにかくここからめちゃくちゃ見まくりました。
はい、これで全部アンロック完了しました。なんでしょうね、このアンロックしたからといって通常ステージで、これに乗れるわけでもなく、まあ全部これで全部なんですけど、一応こっちとね、結構なお金かかったんで、まあまあ広告見せられまくりました。あー戻るのに広告まあ分かってたとはいえ何にもないのはちょっと意味が分かんないですねあっちの方をアンロックするためにお金を多少使わされ、そのお金だったらこっちのマシン強くしろやって話で、これどういうストーリーか分からんけどね、こいつらから地球を守ろうみたいなお話だと思うんですよ。あーもう鬱陶しいですね。ということで今日はジャイアントクラッシャーというゲームを紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今回はですね、ジャイアントクラッシャーっていうゲームを検索したら、なんか面白そうな感じでこのジャイアントクラッシュが検索でヒットしたんで、ちょっとやってみようと思います。あーいいですね。あ、なに、あー攻撃の種類がいろいろあるぞと。タップして巨人を打ち負かせ、これ巨人なんですね。ジャイアント感あんまりないけど、後ろの家からすると割と適正サイズな気がするけど、なんだこのゲーム、なんだですね。ちょっといろいろ謎ですね。まあまあ今のところパンチと火炎放射器しかなくて、広告見たらいろんな武器がまあゲットできますよっていう感じなんですけど、まあとりあえずこうパンチするけども、これどうなんだ、何にもしなかったら、いや威嚇するだけかよお前、何にもしてこないじゃんマジで何にもしてこうへんああなるほど、もうただただ一方的な、これどっちが悪かも分かんないですね。あーなるほど、敵倒し続けたらお金がゲットできて、新しいキャラクターをお金でアンロックしてまたこいつらと戦えますよってな感じですね。なるほどなるほど、いや多いな、結構おるな、だいぶ、いや色違い色が変わるだけっていうね実質6種類7種類だけど、なるほど、これはだからもうシンプルに敵をいたぶって遊ぶみたいな、そんな感じのゲームですね。なんだろう、素晴らしいとかね、たまにこう左側に文字が出てきたりで、敵ギャー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 ね、ちょっとダメージ受けてる感を演出してくれて、かっこいい、かっこよさはないと思うんですけど、だからなんかね、明らかに敵がこの悪者だとかがあれば、なんかそんなに心も痛まないですけど、あー一緒ですね、やっぱキャラクター変わったところで、なんか特に変わり映えはないですかね。ただまあこういう感じの、まあ敵をこう やっつけてストレス解消みたいなのにはいいゲームかもしれないですね。はい、ということで今日はジャイアントクラッシュというゲームを紹介させていただきました。非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。